たれ！やいか！インタビュースペースにイスランドいりません。なぜなら全然私は痛くないからです。おい椅子を片付けろ。おい座ってなんかコメント出す。もっと追い込まれてねえよこの野郎。なぜなら全然痛くねえからだ。おいアジアタッグチャンピオン岩本ジェイクリーコメント見たぜ。秘策があるんだろ。おいうちが丸腰でタイトルマッチ挑むと思うなよ。丸腰なのは岡田雄介だけだぜ。俺らちゃんとあるぞ。お前らの秘策の上を行く秘策があるからな。もし秘策の上の秘策をお前らが秘策で返していればその上の秘策がある。なぜなら俺たちは進化する軍団エボリューションだからな。ざまみろこの野郎。なんかあります？質問。この完璧 120% 場外ホームランの勝利に何か質問がありますか？まあ、リーグ戦続いて岩本選手、岩本選手、手応え、スタートですね。ビビってんじゃない？やられること。コメントもお気に入ってるね。さすが平均点数80点。それ以上でもそれ以下でもない岩本浩二だよ。昔のお前はもっと違ったよ。打率1割でも隣の球場まで飛ばそうとしてて、でも今のお前は常に80点しか受けない。なぜなら俺たちの強さに怖がってるからだ。ビビってるからだ。岡田雄介のわけのわからない力にお前は足がすくんでるからだ。俺ボール昔投げなくてさ、投げ、置き行くなっていうすげえ怒られてでしょ。ほらそれだけちょっと、まあ、思い出した。そう思い出の話だ。思い出の地だからな北海道は。テンション合わせてください。テンションが違います。ちょっとだって俺の椅子投げて当ててもこんな元気なんだよね。当たってないから住んでるよけてるから椅子一個もよけてるから見えてる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 よ。アジアタッグ新チャンピオン第109代チャンピオン佐藤ひかる岡田ですけど見えてるよ未来が。大丈夫かよ。大丈夫全然痛くないせんこの野郎。でもね我々もね世界タッグ、ちょっと燃えてきた。ちょっと今の佐藤の頑張りでさ、YouTuber よりも面白いですね。面白かったな。YouTuber で勝てない。やばい。俺らもテンション上げないと。やばいやばい。俺らも9月で3日に向けてめちゃめちゃ上げてつまなくなっちゃうの。やっぱ俺らがね、やっぱ全日本タッグ盛り上がってきたっていう自信があるんで、ポッドでの全世界に取れるわけにいかないね。防衛して。アジアタックも、ヒカルさんと岡田が取って、このユニットもね、独占しますよ。全部支配するんだよ。な俺ら世界タックのタイトルマッチも全部支配する。前哨戦も支配するし、ね、佐藤岡田組だって前哨戦全部支配して、ね、当日だって支配するんじゃないの。また、独占しちゃうね。なぜなら俺たちは進化する軍団エボリューションだ。進化してるやつは全員エボリューションだぞ。会社の取り決めじゃねえぞ。進化してるやつだけがエボリューションだ。だから今エボリューションはここにいるこの4人だけだ。分かるだろう。なんかなんか聞き間違いが俺も秘策あるからな。てか秘策あることを言っちゃうことがもう秘策じゃない。おいおい仲間に結果出よ。俺は秘策があるかどうかは知る。オーケー、帰ろう。おい、俺たちが新チャンピオンだ。よく見てろ、お前らこの野郎。俺は帰るぞ。いいぞ。おい、コーナー。Go, go, go.
決まったな。三階ヘビー級選手権が札幌で幸先の悪いスタートを切ってこの北海道ツアーが始まった。その汚点をすぐに形にされた。それが三階ヘビー級選手権。ただ野村直也、3月19日お前に一つ足らないものを見つけた。そして今日今日まで足らないものを俺は一つ見つけた。そして俺にも、俺にあって野村直也ないものが一つ、そして野村直也にあって俺にないものも一つある。ただそのパワーバランスが崩れない限りは3月19日と同じことになるぞ。野村直也、全日本プロレスの中心に行く覚悟があるならばその一つを見つけるがいいな。9月3日だ。